さあ今度はトーラー・クランストンさん、元カナダチャンピオンでいらっしゃいますけれども、今回この全日本のフィギュアチームの強化合宿の、まあ、特別コーチとして、この長野にいらっしゃったりもして、今日は特別参加ということなんですが、渡辺さん、トーラーさんとちょうど同じインスブルックのオリンピックですね、はい、同じあのエレン・ブルカコーチについて一緒にオリンピックに出たんですけども、はい、ね、あの時トーラーさんは銅メダル、ね、銅メダルでしたね。この振り付け、まあ、今回若い選手が教わったんですけれども、渡辺さんからご覧になっていかがですか。まあいいお年ですよね。もうなのになんかあんまり衰えてないような感じが第一印象ですね。あ